はいどうも、ウータンと、龍です。龍な。沖村やねです。今日は、まあ、アイドルさんに来てもらいましたって。来てもらったので。アイドルで、まあ、実際どういうことをしてるかってあんまりわからんと思う。うん、確かにな。まあ、俺も知り合いとか結構いたけど、そこまで深く突っ込んだことがないんで。ない。テレビにも出とって。はい、たまに。まあ、知っとる人は知っとうかもしれんよな。まあ、俺らのこの、まあ、徳島地元のテレビ徳島、うん、はい、出させていただいてます。番組に出てる番組名、今2本出させていただいてて、1つはスパパン鉄道チャンネルさんの秩序10年っていう旅番組に出させていただいてるのと、テレビ徳島さんのアワノワサンバっていう可愛い子供ちゃんたちと一緒に踊る番組に出させていただいてます。あ、ほんあれやね、子供がおる主婦層だったら知ってる。知っとうかもしれんな。結構おるよな。うん、おるおる。ああ、そうなんですね。おる主婦層。へぇー。うん、おるおる。いやいや、やめとけ。恥ずかしいだけ。教えますよ。普段はまあどういう活動？普段は基本的に大阪に、まあ、住んでるので大阪で活動することが多いんですけど、まあメインがライブ活動で、まあ週に1回か2回ステージに立たせていただいて、まあオケを流して、あの一人でソロで歌っている活動をしてます。はい、まあたまにモデルもさせてもらったり、はい、あとはまあ自分が被写体になって作品を作ったりとか、いろいろ、はい、してます。幅広いね。こんなクソみたいなチャンネル出てくれたら、うん、ほんまにありがたい。なんか面白いことするって聞いて、面白いことをなんか言ったらやるよみたいな感じで言われて、じゃあ私チーターと走りたいですって言ったんですよ。さすがにちょっと俺らでは無理やな。チーターと走りたいのと、あの加藤さんに振り回されたいんですよ。あー、バカリトンポーさん。はい、極楽トンポー。懐かしい。で、言って出させてもらうことになりました。全然違う。逆に俺が回していいのか回す。あんまりそれはちょっと価値がないみたいな。まあそのヒカキンとかだったらな、お願いしますってなるかもしれんけど。いや、おかしい。俺のここのチャンネルのミオコラだったら俺に回されたいって人いっぱい。やめとけよ。言い方が怪しい。回されたい。回す回す言うなて。アイドルさんの実際ファンの人っておるじゃないですか。はい。結構この、まあ、俺だったら元ビジュアルバンドしよって、このファン層とかこうあると思うんですよ、このジャンルで。はい。アイドルのファン層って、マナーっぽい方。どうなんでしょう、いいっていう人もいれば悪いっていう人もいたり、まちまち。まちまち。やっぱり人によりますね、そこは。いろいろ有名になっちゃう人だっていますし。逆に、なんてこんないい人なんだみたいな、私が飢えてる時に、あの、毎日こう、カップラーメンみたいな差し入れしてくれる人もいるし、その、ハーモン飢えてる。あ、そうです。やめろ、もうこっちに持っていくもう、なんか1週間後に、こう、またライブに来てくるのに1週間分の食料だよって言ってくれたりとか、差し入れしてくれたりとかするぐらいのいい人もいて、俺らの視聴者、ちょっとそれマナーで言うなよ。俺らにせえ。いや、別にせんでもご飯食べれるし。まあ、あとあれちゃう？あの、アイドルって、はい、僕ご、すごい気になっとうことがあって、はい、なんか、ようあるじゃないですか。あの、恋愛したらあかんとか。ああ。あれなんかマジなんですか？事務所の子はそうかもしれないですね。なんか、やっぱり会社ごとに決まりがあるんで、うん、どうなんでしょう。はい、私は事務所に入っていないんで、事務所に入ってない子たちはもう個人経営みたいなもんなんで、自分でルール作ってる感じですかね。なんか最近あったで、あの、総選挙で NMB のなんか若い子、ちょっと俺も分からんけど、結婚します言うとったやん。すごかったですね。あんなんてありなんと思うけどな。実際だってさ、いっぱいお金入れとるわけやん。好きやから、なんか30、40、100万とか。急にこんなんあんなとこで言われてみ。いや、俺らがビジュアルバンドしよって彼女おらんって言ったと一緒だよ。おるのに、うん、お前ゲスか。実際今言うたらぶっちゃけたら毎日違うの。キャーやめろもうほんま。要は日替わり弁当とか言うてるやめとけよ。
いや、あんなんてやっぱりありなんかなとかってずっと思うよって、まあいろんな人も叩きようわけよ、なんかこいつがあかんとかクズやんとか、なんかこの夜にこの同じようなもう卒業した人らがなんかコメントしたりとか、まあ、人間やくしな、恋愛もほらすぐわな、発表の場ですよね、ですよね、あんなとこで言うかと思ったけど、意識がどうかって話、うん、なんかみんなが見てる場だからこそ言った方が良かったのか、うん、逆にみんなが見てる場だから言わない方が良かったのか、ちょっと難しいですよね。ですよね、うん、仮にじゃあ AKB に入っとったとして、はい、まあ総選挙出るじゃないですか、はい、たら言います、自分だったら言わないですね学べよ須藤なんとかいうやつあまあまあアイドルさんに来てもらって、まあ、次動画でアイドルさんにちょっと挑戦してもらおうかなって思う。いやいやいや無理やろう、事務所的に。あ、入ってないか。なんでか。はい。仮に考えずに AKB だと俺ら秋元康さんに気圧されると。俺らが今までした企画の中からなんかしてもらおうかなっていう。ほんまにいいよ。大丈夫な。まあそこまで危ない、ね。体張るようなやつは。マジで？できるんですか？チーターと走るんですか。チーターと走るのはちょっと危ない。したことない。完璧なまでいかんと無理なんで、まあ、まあ、次の動画を楽しみに。もしかしたら18か。おい、はい。こんな感じで、また興味のある人はチャンネル登録をお願いします。で、またあのツイッターもこちらの概要欄に貼っとくんで、ぜひフォローしてあげてください、うん、お願いします。応援してあげてください。はい、僕らも応援します。やったではまた次の動画を楽しみにします。はい、ではバイ。